というわけで今回はこのゲーム 74EE の、3枚目のスターですね。10面の3枚目のスターに挑戦していきましょう。今回のスターは、サムウェアインザノーウェアやっていきましょう。名前がいかにも、まあ、どっかにあるよと、どこにあるか知らんけどねみたいな、なんかそんな感じのタイトルしてますが、まあ、そのタイトル通り隠れているスターですよと。シークレットのスターはこのコースの10の1のスターで取りましたけれども、もう一つの意味のシークレット、何でしょう何でしょうじゃないな、急に英語の問題出しましたけれども、見つけるのが大変な方のシークレットですね。5つ集めるとかじゃなくて探すのが大変みたいな、そんな感じのスターになっています。で、そのシークレットはどこにあるのかと言いますと、ここですね。ここになんとスイッチがありますよと、隠されたスイッチがありますよと。これを押すとどこかに箱が出ますよと。で、箱が出るのがこの橋の下に出るんですね。この橋の下に出る、これをなんとか乗りましてスターを取っていきましょう。さあ、というわけで事前の説明は終わったので、これからちょっと本気でやっていきたいと思います。ここから、まあ、タイトルがサムウェアインザノーウェアですか。あれ、ノーウェアが先頭に来たらなんかどこにもないですよみたいな感じしますけど、インザノーウェアってどうなんだ。 文法がわからないんだよな。英語わかんない人が文法を語ろうとしても何もわかんないんですよね。まあ戻ってきましたよと、行きましょう。あ、なんか下にちょっと緑の床が見えますけれども、あれが10の1のスターの時に出会った床ですよと。これでなんとかあそこの下の箱に乗りまして、これで登っていきましょうというのが今回のスターです。というわけで、説明は終わったんで、そろそろ本気でいきましょうか。なんとかもう無理ですよ。さすがにもう今から本気出しますみたいな、今からですよ、これから本番ですよみたいな雰囲気出すのちょっと無理があるんで、なんとかそろそろ取っていきましょうか。このスイッチを探すのがまず大変ですし、しかもこのスイッチを押してから箱がどこに出るんだと探すのが結構大変なので、結構そういう意味では二重の意味でシークレットかなと思っていますよと。これでなんとか乗って、ここのくぼみに入ると、なんとここに輝かしいサムウェアインザノーウェアがありますよと、スターがありますよということで無事クリアいたしました。本気を出せば一発で取れますよと言ったところで、サムウェアインザノーウェアセーブしていきましょう。次回はこのコースの4枚目のスターですねに挑戦していきましょうか。次回のスターもちょっと隠されていますよと言った